エブリワン、あなたの地球にミラとシーラがやってきたよ。ヤッホーイ。皆さん、こんにちは。はじめましての人もいるかもしれません。大木静香ことシーラです。今日からですね、ブリリアントソウルデザイン通信、通称 BSD 通信、魂が輝いている、魂の輝いている形ですね。BSD とはブリリアントソウルデザイン、輝いている魂のデザイン、それを生きようとするアーティストを作ろうというのが私がやっている BSD アーティスト養成講座なんですけれども、それをこの1年やってきました。それはどういう講座かっていうと、宇宙存在ミラから情報をもらって、それを皆さんにお伝えする、まあ主にコンサルでやってきたんですけれども、今日からその中で分かち合った知恵を皆さんに一つ一つお伝えしていこうと思います。1年経って BSD アーティスト養成講座が終わったので、これからはこの YouTube でその発信をしたいと思います。第1回目はですね、今この地球上で起こっているいろんなことがあると思うんですけど、それに対して今どんな風に私とミラが感じているかということをちょっと話してみようかなと思っています。今なんかちょっといろんな社会的な情勢も不安定だし、体調悪い人ちょっと多くないですか。でね、その体調がなぜそんなに悪くなってるかっていうことなんですけど、結構今波動が、この地球上の波動がこう上昇気流に、こうなっててね、こう意識を、次元を上げていってる人がたくさんいるんですね。で、次元の上昇にこの肉体レベルがついていかないときに、病気とかこう立ち止まって、もうちょっと体のケアをしなさいよっていう風なサインとして体調の悪さがやってきたりします。私の友人でちょっと人よりもいろんなことが早く、1年ぐらい早く起こるっていう友人がいるんですけど、ちょうど彼女が去年の今頃ミラから意識がこう上昇してるんで、体のことをちょっと重点的に整えた方がいいよっていうメッセージが降りてたんですね。なので普通の、まあ、私も含め皆さんは今体を整える時期なんじゃないかなっていうふうに思ってます。それで現実創造っていうこともね、この体の中に意識がねしっかりいないとエネルギー漏れを起こしちゃうんですね。だからふわふわスピリチュアルとかって言われてる人は、このエネルギーがね上に行ってふわーってなって、現実が全然うまくいってないのに、あーうまくいってるみたいになってしまう、なんか気持ちいいみたいな、そういうことなんですね。でもグランディングしてないと現実っていうのは起こらないんですね。BSD 講座は、自分のソース、潜在意識ですね、宇宙意識とも言いますけれども、それとつながって現実創造を起こしていくっていうこと、自分の夢を現実で起こしていくっていう講座だったんですね。なので今後はそういうこともお話ししていきますけれども、今日はまず最近大事なことは、とにかく体の中にしっかりといてグランディングをしている、それが大事だということをお伝えしたいと思います。私自身もね、これ最近ちょっとね体調を崩してて、あんまりちょっと大勢の人のところに行くのをちょっと控えてたりするんですよね。私自身がすごくアンテナ、そういう受信機なんで、人のことをブワーってこう拾う体質だから、自分がこうしっかりと立ってる時はいいんだけど、やっぱりちょっと繊細になったり体調が悪くするとそれにこう揺らいでしまう。なのでそういう人は自分責めをしないで、とにかく自分に優しく、本当によくやってるよってね、自分の体をこう撫でたりとか、自分の体の要求に従って少し丁寧に自分と寄り添っていてください。それで私もミラも何が得意かっていうと、皆さんの質問に答えるのが割と、その人のエネルギーにチューニングして質問にお答えするのが得意なんですね。なのでよかったらコメント欄で質問をしてくれたらいいなと思います。で、ちょっとミラに皆さんに
初めてのご挨拶をしたいと思います。ハロー、エブリワン、元気にやってるかい？外の現実に振り回されてるよね、みんな。だってここは外の現実を見るとジェットコースターに乗ってるようなエキサイティングなエンターテインメントランドなんだね。あなたたちがやっているのは意識を外に向けてあれやこれやと脳で考え、そして感情のジェットコースターを感じる。その感情のジェットコースターというのは外に意識が向いていないと起こらないことなんですね。なのでもしその感情のジェットコースターに疲れたなら、意識を内側、あなたの中の静けさの部分にしっかりとつながって、あなたの部分の静けさの部分はいつだってあなたとつながるのを待っています。それがソースって言われるものだね。それとつながって、そして外の現実、外というのは内側の反映でしかないから、内側の反映だからこそあなたの内側を整えることをちょっと注意深くやってみてください。明日以降この自分の中の内側を整える方法とか、そういうことをまたお話ししていけたらいいなっていうふうに思っています。というわけで、今日はミラとシーラでお届けしました。今本当にね、ちょっと世相というか社会情勢がわちゃ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 してるので、そこにチューニングを合わせると敏感な人はね、こう、うわーってこうちょっと神経やられたりとか体調に来たりするので、あくまでも本当に自分の中の静けさ、自分の中にの静けさにつながるためには深い深呼吸ね、呼吸をして、その呼吸とともに一緒にいてあげてください。どんな時もあなたはあなたそのままで完璧な存在です。Enjoy!